人は習慣で行動する。故に正しい思考と振る舞いを早いうちに習慣化するべきだ。ウォーレン・バフェット。バフェットは世界トップの投資家であり、大成功を収めた投資会社バークシャー・ハザウェイの経営者である。バフェットは幼い頃から自分に良い習慣をつけようと努力をしている。本や経験を通して自ら学んだ習慣や原則も忠実に守り続けることで大きな成功を手にしている。正しい思考や振る舞いは習慣となるまで守り続けることで成功の大きな力となる。バフェットは学生に人生で成功するためには何が必要かを教えるために、クラスメートの一人に投資するとしたら誰を選ぶかと聞くことがあるそうだ。投資して利益が得られそうな人間は最も成績がいい人、何か特別な才能がある人などが思い浮かぶが、バフェットの答えは一番実行力のある人です。バフェットは何より実行の大切さをよく知っているのです。正しい思考を習慣化し行動に移していくことが成功への鍵を握っているのです。心の中で決めた限界が唯一あなたの限界である。ブライアン・トレイシー。ブライアン・トレイシーはビジネスコンサルタントの権威で、自らの経験に基づいたビジネス戦略や処世術をもとに全米でセミナーを開催したり、また著書にカエルを食べてしまえをはじめ仕事術の書籍を出版しています。心の中で決めた限界が唯一あなたの限界であるとは、トレイシーは18歳で高校を中退し、最初に就いた仕事は小さなホテルの皿洗いでした。それから仕事を転々としましたが、そんなある日、人生が変わる体験をします。それは一枚の紙に途方もない目標を書いたことでした。それから1ヶ月後、人生が180度変わったのです。目標設定がいかに強力な力を発揮するかに気づいたのです。目標を設定し、計画を立てる。どんな計画でもないよりはいいのです。限界は自分自身が自ら設定した時に初めて生まれるのです。人生を愛しているなら時間を無駄にしてはならない。なぜなら人生は時間でできているから。ベンジャミン・フランクリン。ベンジャミン・フランクリンはアメリカ建国の父の一人と呼ばれ、また資本主義の育ての親とも称されていて、100ドル紙幣の肖像画に描かれました。貧しい平民の出から実業家として大富豪へと成り上がり、アメリカ独立にまで寄与しました。フランクリンは徹底した習慣により自己を管理し、弱さに打ち勝ち大事を成し遂げました。ベンジャミン・フランクリン。13の戒律。1、節制。悪ほど食うなかれ、酔うほど飲むなかれ。2、沈黙。自他に利益のないことを話すなかれ、無駄口を叩くなかれ。3、規律。物はすべて場所を決めておくべし、仕事はすべて時間を決めてするべし。4、決断。やるべきことをやると決心すべし、決心したことは必ずやり遂げるべし。5、倹約。自他に利益のないことに金を使うなかれ、すなわち無駄遣いをするなかれ。6、勤勉。時間を無駄にするなかれ、常に有益なことに時間を使うべし、無駄な行動はすべてやめるべし。7、誠実。
騙して人を傷つけることなかれ。清く正しく考えるべし。喋る場合もそうするべし。8、正義。人に損害を与えたり、自分の義務であることをやらずして、人を不当に扱うなかれ。9、中庸。極端を避けるべし。恐れるに値すると思われる。損害を受けても耐えるべし。10、清潔。体、衣服、住居の不潔を許すべからず。11、平静。小さなこと、ありがちな事故や避けられない事故に心を乱すな。12、純潔。性的営みは健康や子作りのために行うべし。性に溺れて生蔵になったり、体を壊したり、また自他の平和や信用を傷つけることなかれ。13、謙譲。イエスとソクラテスを見習うべし。ベンジャミン・フランクリンはこのように自らを律して大物になったのです。好きだと心の底から思い込め。でなければやり遂げる甲斐がない。スティーブ・ジョブズ。大成功を収めたジョブズの人生は実際には挫折や失敗の連続でもあった。ジョブズはアップルの創業者であり、そしてアップルから追放された人でもあります。ジョブズがアップルから去った後、落ちたリンゴと呼ばれるくらいにアップルの業績は悪化しました。その業績悪化のアップルに復帰し、見事に再生させました。ジョブズは世界を変える製品を作ることに情熱を燃やし、休むことなく前進し続けた人でした。これは僕らの仕事じゃなくて人生だからね、とも彼は言っています。決してうんざりしたり皮肉な見方をしてはいけない。昨日は過去なのだから。ウォルト・ディズニー。ウォルトは小さい頃からアニメーターになることを夢見て、19歳で社会に出て様々な困難や障害にあった。しかし彼は決して夢を途中で諦めたりはしなかった。そして若い時に思い描いていた以上のことを成し遂げたのです。そして彼は言うのです。夢を求め続ける勇気さえあれば全て実現できると。最後まで見てくださりありがとうございました。感想をコメント欄でお願いします。あなたの言葉が私に勇気をくれます。今回は以上になります。それでは次の動画まで。さよなら。